にちは。ヒイラギ7役の私、大久保ルミが、毎回7のつく日に様々な企画にチャレンジする7チャレ、今回はですね、こんな企画にチャレンジしていきたいと思います。題して7夫婦チャレンジ、イエーイ。はい、11話に登場したフーゴが大気を操ると、私結構フーゴのキャラクター大好きで、登場するのすっごい楽しみにしてたんで嬉しいです。さあ、じゃあ私が何をフーフーするのかっていうことなんですけれども、まずはこちらをご覧ください。はい、今ここにたくさんのよくわからない青い何かが立っています。そしてこれはピンポン玉ですね。もうなんとなくわかってる人もいると思います。私がこのピンポン玉をフーフーしながら、この流れに沿って最後にこちら7チャレ袋、こちらに入れていくんですが、早速やっていこうと思います。できんのかなこれ。いきますよ、7チャレスタート。フーフーって地味。地味。こんなに地味なことある？ね、人が見てるんだよ。おかしいよね、こんな。マジ地味な絵面。この番組割と地味な絵面のもの多いですけど、過去一かもしれないですね。でもチャレンジは成功です。やったー。最初の頃すっごい失敗ばっかりしてたのに、ここのとこちょっと調子よくないですか、なんか。はい、まあ地味でしたけど。ということで、また今回ね、私が頑張って成功するに、入れてくれた人の中から1名様にこちらプレゼントしますんで、お楽しみに。次回はいよいよなんと最終回です。12月27日の日曜日にお会いしましょう。バイバイ。You're the one who's